ニュースマグビです。死者36人を出した京都アニメーション放火殺人事件。青葉真司容疑者は現在も全身やけどで入院している状態ですが、自宅の家賃が支払われ続けています。オーナーの親族によると、部屋は居住支援会社との法人契約になっています。会社から家賃が今も振り込まれている以上、こちらからは何もできませんとのこと。居住支援会社に話を聞くと、法律上逮捕された場合でも本人と面会し解約書面をもらわない限り解約はできませんと説明しています。ニュースマグビ